僕のポジションであれば、まあ、アシストゴールっていうのが一番の魅力ですし、まあ、サッカーはやっぱなんて言っても多分そこに尽きるかなと思うので、まあ、ただその中でも自分の中ではこうチームのためにこう走ることだったりとか、守る守備のところで献身的に動くことだったりとかっていうのはすごい、魅力を感じるので、まあ、そこはサボらずにしっかりと真摯に向き合ってやっていきたいなと思ってます。味方のゴール前で守備をしてから前まで上がっていったりとか、そういう走力を生かして自分がこう相手に走り勝ってゴールを取ったりとか、相手のちょっとした隙っていうところを、突きながらゴールを奪いに行ったりっていうのは、まあ、自分の形の中で多いので、まあ、そういう得点が今までも多いですし、まあ、自分の中での理想ではやはり綺麗なゴールっていうのは、まあ、理想ですけど、まあ、でもチームの得点を取る、まあ、チームが勝つために泥臭い得点でも、まあ、1点は1点なので、そういうところは常に意識してやってます。自分が心がけてるのは、まず自分たちのボールになった時にはいち早く、ポジションを取ること、まあ、自分のポジションはやはり、相手のバイタルエリアのところでボールって言うんですけど、そこでどれだけ受け入れるかっていうのはすごい意識していて、そこのホールのところを攻略していければやはりクオリティの高い選手はたくさんいますし、J1 でも得点につながるプレーっていうのはたくさん出てくるかなと思うので、いかにこうホールを攻略できるかっていうのは、まあ、自分のポジションでは一番キーワードかなと思ってます。まずは、まあ、今の段階ではやはり試合にどんどん絡むことは大事ですし、まあ、その中で、2桁ゴールっていうのは、まあ、意識してやっていきたいなとは思います。